はい、ございます。というわけで、強化拡張パック VMAX ライズトリプレットビート、まあ今日発売したんで、とりあえずこの動画できたら開けてみようと思います。まあシールド戦前提のパック、云々言われてるんですけど、トレーナーさんは結構強いっすね。トレーナーさん持ったのは特殊性が強いわ。まあとりあえず開けていこうと思う。OK、ほな、行きましょう。まあトリプレットビートはあれですね、御三家のポケモン EX、今回ここで収録されますよっていう話で、てかまあスカーレット・バイオレットシリーズの、まだこれ二つ目のボックスなんですね、パックなんですね。カルデア・ドー EX。はい。こいつね、今回これいるからチリちゃん収録されるかなとかワンチャン思ったんですけど、まあまだ来なかったですね。まあ公開についてはちょっと割愛するんですけど、シールド戦だとまあ結構、有色無色無色なんで、まあ割と使いやすいかな。あとこいつ HP280 あんのか。まあ、結構強いっすよね。うん、まあ、あと、毒のおかげで、自分のポケモン全員のダメージ上がるんでね。まあ、それがどれぐらい強いかっていう話。闇闇は、まあ、これもあれですね。どう、シールド戦でどう引けたら、まあ、一緒に入れるかな、ぐらいのカード。中に入ってるカード、ジェットエネルギー以外のカード、微妙すぎて、シールド戦前提の話しかできないっていう。まあ、あとあれですね。SR の枠は、なんだっけ、今回は、UR が確か全部御三家 EX なんですよ。まあ、なんか強いグッズとかね。なんかあれなんですよね、バトルビッパスの UR でまくれみたいなこと言われてましたけど、残念ながらこず。あれか、スペシャルアトレアで、木肌先生いるんで、まあその辺でまくっていこうみたいな話ですね。で、トレーナーズ特殊のところだと、まあ暫定ジェットエネルギーが多分一番強いかなっていう気はする。まあ時点でルミナスエネルギーぐらいかな。で、あとヒールのデッキ組むときにボールタウンがまあ結構いいかなっていう感じ。はい、あ、いいね、ルミナスエネルギー。これもまあとりあえず4枚欲しいですね。まあでもルミナスでもむずいよな。なんか強い強いっつってなんか4枚適当に入れるとさ、ハンドでかさばって、なんかシャーなし2枚貼った件が両方無色になっちゃいましたみたいなこともありそうじゃないですか。あ、豆バッタね。これエクセレック今回シールド戦でね、やるなら結構強いよね。レア。はい。踊り踊り。まあこれとラウドボン EX 組み合わせるみたいな話だと思いますけれど。まあこれもシールド専用のカードかなっていう印象はありますね。なんか普通の60枚の構築戦でラウドボン EX と踊り踊り組み合わせても、まあ大した回復力になんないんで。っていう感じですかね。はい。大回転。これはアートレアだね。はい。ウペー。逃げ根2の方か。なんか1と2のやつがいるみたいな話を聞いたんで、基本的に1の方、さすがに逃げ根1の方使われそうだけどな。で、スーパーボール。これ地味に嬉しいっす。スカバイのデザインで初めて出たんで、はい。まあ、現状、これ8枚ぐらい欲しいけどなっていうところで、これちょっと HP 高い豆パッタと、はい、フローゼルと比べる。なんか比べる2枚ぐらいいたな。あ、そう。シールド戦やるからね、なんか15パックからどれぐらいトレーナーズ出るかっていうのを、まあ割と注目して見ていきたいところではある。はい。これダブルドロー、ま、どうだろうな、ダブルドロー使うのかな、よっぽどサポート引けてないとかだったら、シールド戦で使うかもしんないですね。はやと。山札2枚引いて、場に自分のスタジアム出てると2枚引く。はいって感じだ。あ、でもなんかサポート比べる2とはやと1とか出てるな。シールド戦やるならやっぱちょっと良さそう。あと、アートレアだとあれっすね。何種類かは忘れましたけど、御三家とムーマージとウッパーとかなのかな。あと、トロピウスもいたかな。結構、ムーマージの、アートレア、かなりイラストいい感じなんで、まあ、その辺ちょっと当たってほしいな。まあ、基本、アートレア、アコ、3? かな。で、EX4 枚、SR の枠1枚ないし、運がいいと2枚とかだとは思うんですが、狙い前半はもうちょっとで終わりますね。あといくつだ?あと4パック。あとあれなんですよね。これ、まあ、撮ってるのは金曜なんですけれど、2日後かな?どっちだっけ?明日じゃないよな。日曜日に、なんかシールド戦の公式生配信に久しぶりに出る予定があって、ニャオハ。あ、なんか、これ、ニャオハのアートではすげえ綺麗だな。これ結構人気ありそう。日差しを集める。HP 低い方ですね。え、これめっちゃ綺麗だね。アートレアのニャオハ。うん、これどうでしょう、買い取り900円かざす。リューダーもね、これ1エネ30ダメージでシールド戦においては相手のウッパー弱点でワンパンできるっていう。地味に強いんだよな。これは EX かな、ビビった。ラウドボーン EX。まあこれなんかスタンダードだとね、そもそもデッキまず組みやすいっていうのがあって、あと、シールド戦においても多分 EX などだとかなり使いやすい部類なんだよな。てか、そうか、なんか、進化ライン、2進化の進化ライン、シールド戦やるにあたって揃うかなっていう不安があったんですけれど、この辺のアートレアのところもあるから、地味にこの辺で稼げたりもしてそうですね、枚数。はい、このギャラドスもシールド戦だと結構強そう。1進化180はね、まあ、やっぱちょっと、スタッツの暴力っていうか、うん、別にリベンジストームの条件満たしてなくても、もう最悪80で殴ってるだけでも強そう。唯一のフレンドサーチ枠ね、なぜか進化っていう。ホゲちゃん。お、待って、SR じゃないこれ。目を背けたくなる事象が発生したため、一部カード裏向きにさせていただいております。
じゃ暫定あの後半戦暫定2パックずつぐらいいくわ。あこれさなんだっけデカヌちゃんだっけこいつさ最初俺1かなと思ってたんだよな。デデンネ EX、 スタンで使われるやつシールド戦ですら使われるから暫定怪しいんだけど、やっぱあの超無色とかだったらまだわかるんですけど、超3つだからね。それこそこのブーピックとかと合わせる前提で、ルミナセンで2枚目だ、合わせる前提で、まあそうだね、もう1色ぐらい入れますみたいなノリだね。ワンダーショットね、デデンデデンネはデデンネを倒せるんですけれど、それ以外で EX 何も倒せないんで、まあ、ちょっと厳しいところだ。まあ、ただ、今回、鋼タイプがカードプールいないんでね、弱点つからないっていうのはいいところである。あ、ギャラドスかぶった。ああ、ジェットエネルギーいいね。初めて見た。ちょっと2枚ぐらい出てほしいわ。さすがに。あとは、アートレアの3枚目かな。あ、でも、カエンジェシもいた。今回アートレア多いっすね。5、3系めっちゃ多いな。1進化だっけ、あれだよ、なんかマスカニアとかあの辺もいますよね。アートレアじゃあ10種類ぐらいあんのかな。カエンジェシこれ結構正常戦だと強いかも。ニエネ60、裏20は、まあ、単純に強そうなんだよな。はい。うん。いいよ。コーナー行きますか。多分あと EX1 枚と SR 俺 の、 あの希望的観測によるとまだ出てないっていう認識なんで、スーパーエネルギー回収は初めてかな。これもなんかね、火の玉ズガドンみたいなカード来たら強いですけれど、あとモスノとか、まあどうだろうね。まあでももうちょっと待ってたら来てもおかしくなさそうだけど、あと何が出ないんだ。マスカーニャ、ウェイニバルあたりが出てないんで、まあ来るとしたらそのどちらと思うんですが、このデカグースね、2エネ60で相手のエネ剥がせるんですけれど、まあなんか、エネ剥がしたところでみたいな、あ、シールド戦の話ね。突っ張り稽古。ベンチのポケモンも全部受けるダメージ10減るんだよな。まあ、シールド戦で入れたらちょっと強そう。HP140 って結構ワンパンされづらいんで、特にこれあるとね、あの、ルガルガン X が X レックにワンパンされなくなるんで、まあそこちょっと評価点かなと思う。素材集め。まあ、おそらく使わない。あ、いいね、ジェットエネ2枚。これ、シールド戦できたら美味しいぞ、結構。これ、今回の唯一のポケモン入れ替え枠っすからね。おてかね、今回ポケモン入れ替えるのに手馬力を行使しなきゃいけないっていうのは、まあ、かなり厳しいとこだよ。だから、結構、手馬力、なんていうかさ、いつでも、なんか動けるように、1枚だけ、その、要求エネマイナス1のエネルギーをつけておこうっていう、なんか考え方が、まあ、あると思うんですけれど、なんか、それやってると、実は、なんか、どっかでエネルギー足りなくなったりとかあるんですよね、多分。はい、作詞の軍配。まあ、超タイプが今回あんま強くないんでね。この面はイラストいいっすねっていう話はさておきなんですけれど。はい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 。まだ SR 来てないんで。ちょっとさっと行くわ。さっとね。さっと行きましょう。はい、よろしくどうぞ。ああ、ヒヤヒヤするな。ちょっとこの動画この人はこれで終わりなんだよ。マスカニア X。はい。これはまあ、WR の中だと、まあ、かなり希望があるよりっていうか、まあ、ワンチャン強いかもなーっていうカード。まあ、飴で立てた上で臭いにも要求なんでね、まあ、結構重いんですが、まあ、それに見合うリターンはあるかなという感じです。はい。SR、まだ、来てないっす。緊張してきたわ。ちょ、ほんまやめてくれ。ラスト1パックくらい。ちょ、たま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 。無理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 。はい、というわけで、1箱目。シールド戦前提だと、まあ、そこそこ強いパックだったな。これさ。誰か欲しい人いたらあげるわ。